音声入力をテストします。こちらのツールメニューをクリックして、出てくるメニューの中からここですね、音声入力というのがありますので。こんにちは、戸田悟です。実はちょっと前にスマホで音声入力をする方法を紹介したんですね。たくさんの方に見ていただいたんですけれども、ありがとうございました。その中でリクエストが出てきたのが、じゃあパソコンではどうすればいいの？という声をいただいたので、パソコンでの音声入力を今回は紹介したいと思います。もちろん Windows での作業となります。 Mac 編はまた機会があったらご紹介したいんですけれども、今回は Windows で音声入力をする方法を紹介します。いろいろなやり方があって、 Windows の標準の方法もあるんですけれども、 Google のですねツールを使う方法もあるので、それも合わせて紹介しますので、ぜひご覧ください。で、音声入力をする方法を説明します。まずこの検索ボックスに音声認識と入力します。すると音声認識のアプリがスタートしますので、セットアップを進めていきます。このセットアップ面倒なんですけれども、こちらのウィザードで次へをクリックしてどんどん進めていきましょう。今回僕は今ヘッドセットのマイク、ちょうどこの録画を録音するために使ってるんですけれども、その他のものでも構いません。安田さんはコンピューターでディクテーションをします。タイピングするよりも紙とペンを使うよりも好んでディクテーションを使用します。はい、このようにどん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 進めていきます。はい、で、毎回起動するたびに音声入力がスタートすると面倒なので、オフにしておいた方が良いかもしれません。はい、で、チュートリアルを実行することもできるんですが、今回はなしで進めていきます。はい、基本的には音声認識はメニューを開いたり操作をすることができるんですね。スタートメニューを開く。このようにスタートメニューを開くこともできます。それでは続いてワードに音声入力をしていきましょう。文章を入力するということですね。今これ音声入力のこのパネルオフになっています。このマイクのボタンをクリックするとオンになります。なぜオフにしているかというと、当然ですが今こう話しているこの解説が音声入力されてしまうからなんですね。なのでスタートしたら解説はちょっと止めて音声入力だけをしていきます。他の動画で紹介した iPhone の音声入力のように丸とか開業も声で操作できます。ただもちろんですが、丸とか開業という単語を入力するときにはちょっと困ってしまうんですけれども、そこは致し方ないかなというところで、では早速入力していきましょう。なお、ワードで音声入力するときには、ワードの中にカーソルが点滅して入力状態になっていないとダメです。Windows の方がアクティブになっていると、例えばスタートメニューを開くとか、そういった作業に使われるようになります。音声入力をテストします。丸、開業。なぜか、一つ目の丸は点。うまく認識できないことが多いようです。丸、開業。二つ目はきちんと認識できました。丸、開業。はい、どうでしょうか。非常に素早く、また快適に入力できました。例えば、これ一つ目とか二つ目をですね、これ要数字にしたいとか、目をひらがなにしたいとか、またうまくできなかったこれ一つ目の丸を入れたいと、こういうのはキーボードでこのように修正していくのがパソコンのいいところというか、スマホよりも修正作業がしやすいんですね。ですのでキーボードで修正していくことをお勧めします。はい、続いて一番おすすめの方法がですね、僕もよく使うんですけれども、キーボードと音声入力を併用する方法なんですね。まず、音声入力して誤認識の修正はある程度まとまった時点でまとめてやればいいと思います。で、ただ、丸とか開業とか点を言葉で入力するのが面倒だとか、認識率いまいちだと考えたらですね、そこはもうキーボードも使いながら入力していってしまえばいいわけです。ちょっと試してみましょう。音声入力のテストです。キーボードと併用することで慣れてしまうと、とても快適に入力できます。キーボードから手を離すことはできませんが、
高速な入力には最適です。高速の入力には最適です。はい、これちょっとご変換というかしましたが、これは僕の喋りが悪かったからなんで、これ後でまとめて直せばいいというわけです。慣れてしまうとこのようにキーボードとの併用もできる。もちろんしなくてもいいんですけれども、そういうチョイスも選べるというのがパソコンのいいところだと思います。さて、続いておすすめの方法のもう一つですね、 Google ドキュメントを使った方法を説明します。Windows の標準の音声入力との使い分けなんですけれども、 Windows の標準の音声入力は基本的にソフトウェアを問わないんですね。なので、どのソフトでも入力できます。Word でも Excel でも PowerPoint でも、もしくは、例えばメールの文面なんかでも OK です。ところが、これ Google ドキュメントは Google ドキュメントの中でしか音声入力できないのがちょっと残念なんですが、逆にいい点もありまして、Google ドキュメントはスマホとかタブレットでも使えるので、パソコンとスマホやタブレット両方から音声入力ができるわけです。では早速 Google ドキュメントを使ってみましょう。Google ドキュメントはウェブブラウザー上から利用するので、まあ検索して探すのが早いと思います。はい、このように検索すると、まあ一番上に出てきましたけれども、これをクリックします。はい、でこちらで Google ドキュメントが利用できます。まあパーソナルの方でいいと思います。はい、で僕は今これもログインした状態で使ってますけれども、 Google のアカウントでログインして利用するのがおすすめというか、まあログインしないと使えませんので、 Google のアカウントでまずログインをして使える状況を整えてください。はい、それでは Google ドキュメントの使い方を説明していきます。まずはこのファクシーのですね、新しいファイルを開きましょう。でここに音声入力をしていくんですけれども、今使っているブラウザ、これ Chrome なんですけれども、他のブラウザでも基本的には大丈夫ですが、まあやはり相性がいいのは Chrome だと思います。音声入力はですね、こちらのツールメニューをクリックして出てくるメニューの中から、ここですね、音声入力というのがありますので、こちらをクリックしてください。これでここにですね、マイクの絵が出てきますから、これをクリックして入力をすれば OK です。音声入力のテストをします。丸開業。はい、このように丸とか開業うまくいかないケースが多いと思います。まあ僕はうまくいかないと思ってるんですけれども、この場合やはりキーボードと併用してしまえばいいと思います。音声入力をテストをします。今日はいい天気なので、海に出かけたいと思います。明日は雨の予報ですが、晴れてくれるといいですね。晴れてくれるといいですね。はい、今テストしました。結構快適に入力できると思うんですが、やはり最大の特徴はスマホでできるということで、そちらもこれからご紹介します。はい、それではスマホでの音声入力を紹介しましょう。 Google ドキュメントを起動します。はい、こちらはもちろんパソコンと同じ Google のアカウントでログインをして利用しています。まあ、Google ドキュメントのスマホ版の音声入力はスマホ自体の音声入力、日本語入力の音声入力を使いますので、今 Android でやってますが、 iPhone と Android ではやはり多少違ってきます。で詳しいことは音声入力だけの動画を撮ってますので、そちらをご覧ください。でタップするとですね、先ほどパソコンで編集したファイルがそのまま利用できます。これは同じアカウントへログインしていればそのまま使えますから、どちらからでもスムーズに素早く編集できるので便利だと思います。では早速音声入力を試してみましょう。音声入力のテストです。はい、このように音声入力できました。点とか丸はキーボードから入力しなければなりません。 Android の場合は、 iPhone の場合は口で点丸と言って入力できます。でこちらで今入力した文章がパソコンでも表示できるわけです。でパソコンで表示したのもスマホで表示できるわけです。あ、パソコンで入力したものもスマホで表示、双方に入力も表示もできますから、目の前にパソコンがあるときはパソコンで入力した方が早いとか、パソコンにマイクがついてないビジネス用であればスマホで入力するとか、まあいろいろと使い分けができるので便利だと思います。以上、パソコンでの音声入力の方法を紹介しました。動画の中でもちょっと触れてますけれども、パソコンのメリットってやっぱりキーボードが使える、使いやすいことで、音声入力もですね、声で入力してもうその時にキーボードに手を置いておいて修正が簡単にできる、修正しながら音声入力できる、これ慣れてくると
かなり早く作業できます。いわゆるテープ起こしを仕事にしている方もほとんどの方が音声で入力しながらこう直しているという方もいらっしゃいます。まあほとんどの方って言い過ぎですね。音声で入力して直している方もいらっしゃいます。なんか足で踏む装置とか使っている方もいらっしゃるみたいですけれどもね。まあ参考情報でした。ぜひ音声入力試してみてください。